はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今日はですね、私たちがキャンプで実際に使っている寝袋の再レビューをしていきたいと思います。はい、まあ、このうちが使っている寝袋ですね。ほら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 、麦ちゃん、麦ちゃん、こら、ダメ。麦ちゃんは、はい、ここにいて、お茶ありして、はい、自由すぎん、大丈夫。カメラ、タマトリ出した。そうなるよね、麦ちゃん、おいで。そらそうなるよね。もう次はないからね、麦ちゃん、もう次はダメだよね。ここちゃん、おりこちゃんね。はい、いいよ、そのまま続けましょう。麦ちゃん、ここちゃんのご飯を食べ出した。ほら、もうダメ、麦ちゃんは。麦ちゃんご飯残ってるじゃん。超自由。ということで、私たちが使っている寝袋はベアーズロックの、うん、封筒型のあの寝袋ですね。はい、まあ、布団のように使える寝袋で、うん、中で寝返りを打てるというところになります。はい、まあ、普通 の、 あのマミータイプとかですと、うん、あのコンパクトに収納できて、うん、で、あの寝ることはできるんですけど、うん、姿勢が、あの寝る姿勢が限られるじゃないですか、うん、それでも多分全然寝れる方は寝れるんですけど、うん、まあ、僕たち好みはただ封筒型だったっていう感じかな、うん、そうだね、はい、まあ、布団のようには使える、うん、だから結構キャンプで使うのはやっぱりどうしてももう封筒型を2つ持っていってっていう、うん、そうですね、スタイルが多いですね。はい、で実際にも使って1年ぐらい経つよね。経つ経つね、うん、で今回が2シーズン目、2回目の冬かな、うんうん、まあ、そこら辺も踏まえてですね、はい、あの使用感とかいろいろレビューできたらなと思います。はい、はい、まずこの2つですね、うん、これは2つともあの種類が違います。はい、でこっちの方がですね、FX503W、うん、でこれがあの封筒タイプの僕たちが愛用している寝袋になります。はい、でこちらがですね、あの以前案件で紹介したものになるんですけど、 FX453G というものになります。うん、でこれはマミータイプなんですけど、その中でももうちょっとワイドっていうか、うんうん、若干ゆとりがあって、あの店頭に入りながらも手を出して、うん、あのスマホを触ったり本を読んだりっていうものになります。うん、はい、これはこれでいいんですよね。うん、なんか今度は多分2つで分かれるんじゃないかな。うんうん、で温度がですね、こっちも12度からマイナス34度まで、うん、でこちらも、こちらマイナス10度からマイナス30度、だからまあどっちもね、全然冬はいけると思うんですよ。うん、まあ、北海道の冬はちょっと分からないです。うん、まあ、僕たちも体験してないので、うん、鹿児島では大丈夫ですね。はい、あと実際のその、 あの鹿児島でいうと雪は降らないんですけど、うん、霜はすごい降ります。うん、だからその霜が降った時 の、 あの過ごし方っていうか、うんうん、寝袋の使い方なんかも、まあ、後で紹介できたらなと思います。はい、まずこれがあの封筒タイプの FX503W になります。ね、うん、重さが約 3.4 キロ、うん、で このこういうタイプですよっていうのがあって、ここに温度表記もあります。はい、サイズ的なのも言おうかな、うん、今ついでに、うん、はい、この袋にあのこの色のタグがついてるんですけど、これであの色を確認することができます。袋のサイズですね、横が約40センチ、で高さが、まあ、約53センチあります。まあ、これでもですね、前回のキャンプで使用してあのコンパクトに畳んでる状態です。うん、であの袋が結構工夫されてまして、この横でですね、こういう風に、まあ、絞れるようになってるんですよ。こんな感じですね。うん、まああまり無理して絞ると袋がちょっと破ける可能性もあるので、そ、まあ、ほどほどのそれなりの力で絞ってはいるんですけど、それで、まあ、このサイズですね。うん、寝袋としての安心感はあるんですけど、まあ、収納サイズはまあまあ大きいです。うん、大きいね。じゃあお次はこちらですね、 FX453G というやつですね。あのマミータイプの手が出せるタイプのやつ、うん、でこれもあのマイナス30度まで耐えられる結構いいやつなんですけど、ちょっとコンパクトですね。これも先ほどと同じようにですね、ここにあのカラーのタグがついてまして、ここでカラーを確認することができます。はい、こちらの収納サイズなんですけど、横がですね、
約37センチ、ちょっとちっちゃいですね、うん、で高さがまあ約50センチかな、50センチないぐらい、48センチとかそのぐらいですね、うんうん、高さはまあ似たような感じかな。で並べるとこんな感じです。まあ肝はこっちがちっちゃいかなっていうぐらいですね、うん、そうだね。はい、ちょまあ収納袋はそんな感じです。はい、それではですね FX503W の方から開けていこうと思います。こっちを緩めて、この上をずらします。こういう風に、ここの上をこう取ってですね、結構サイズは大きいんですけど、出し入れはそんなに大変じゃないですね。これが本体になります。これは僕が使ってる方の寝袋ですね。はい、で2つ並べるとこんな感じです。あ、この並べたサイズも測ってみればいいかもね。まあ約ですね、約横幅が88センチ、うん、で長さの方が全体の長さがですね2メートル18センチ、うん、でここまでの長さですね、うん、が約1メーター77センチです、うんうん、でまあ横はもう並べたのが単純に倍なんですけど1メーター77センチですね、うん、横が、まあ、長さは同じなんで、でちょっと寝そべってみていいですか。はい、身長170センチの僕が寝るとこんな感じです、うん、こんな感じ、うん、ちょっと余裕があります、はい、中に入ってみましょうか、うん、はい、すっぽり入ります。で足元にもここ分かる、すっぽり首元まで入った状態で170センチの僕の足がここです。まあここね、うん、ここ、うん、ここにはチャックがついてるんですけど、足元から全部頭の方まで横開きでファスナーがついてます。でここを開けることによって冬は、全部締め切ってると中が蒸れてしまうので、寝る時には足元を開けてちょっと蒸れたかな、暑いかなっていう時にはここから足が出せるようになってます。ね、違うね、ここを開けるのと開けないのとで、うん、毎回開けてる、開けて寝てる、うん、じゃあ実際キャンプ場で、寝る時のスタイルを作っていきたいと思います、はい、私はこの寝袋の中にこのブランケットを入れて寝てます。はい、でカズさんはこのクルムンをつけて中に入れて寝ています。もうこれがないと寝れません、そう私は。でこのクルムンもベアーズロックなんですけど、はい、これがまたすっごい優秀で、うん、これはいいですよね。あ、これだけでいいかな。これまあ中にもう入れるんですけど、うん、寝袋の中に、うん、ロングタイプになります、はい、足元から頭の先まで、うん、ここまでめちゃくちゃ長いです、うん、寝袋と重ねているんですけど、うん、長さはこういう感じでね、ボアフリース何だったっけ、まあ、クルムン のロングタイプで多分字幕入ってると思うんですけど、はい、中がこのフリースね、うん、で外はちょっともうちょっとふわふわしたフリースになってまして、うん、でこっち側塗ってあって、うん、こっちの右側がですね、右側、あ、逆にすれば反対になるか、うん、こっちはジッパーになってます、片側がね、うん、はい、片側がジッパーになってて、うん、こういう風に中に入ることができます、はい、だから同じ向きにすれば寝袋と同じようにファスナーが一緒になりますね、同じ向きに。でこれもここにファスナーついてるよ、うん、でこっちにもファスナーついてて、うん、足元を開けれるわけよ、うんうん、ま、これはあんまり開けないかな俺は。あ、足元、うん、足元、こいつは開けてないね多分、まあ僕の中でなんですけど、うん、
これで保温して、これからあの湿気っていうか出るじゃん、うん、ちょっと麦がうるさいけどちょっと激しくなってきたんですけど、うん、これからあの、まあ、蒸れみたいなのが出て、うん、でこれとこの寝袋の間に出たのを足元から逃がすみたいな、うんうん、これはあくまでも保温用だから、うん、これ開けちゃうとちょっと寒くなるかなと思って開けてないです、うんうんうん、だからといって蒸れるわけじゃないんですね、うん、蒸れない、うん、ここ何回か使ったんです今年も、うん、で去年の冬もなんですけど、うん、あ暑くて起きます、うん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 、結構暑いです、うん、保温性抜群、寝袋とこのクルムはね本当にセットをおすすめしますね、うん、私も1回だけ借りてクルムんで寝たんですけどやっぱりいいですね、うん、こうこっちだとこっちのブランケットとかでもいいんですけどこれだとかなりずれるんですよ寝袋の中で、うん、入れるからね、うん、これロングタイプです、うん、だからこれをこういう風に顔にかぶせて寝ても全然寝れるし、うん、あのテントの中で寝ると顔は寒いからさ、うんうん、かぶさって寝るのもありだし、ここにこういう風に巻いてもいいし、うんうん、この上のもさらにこっちに来るからさ、うん、首元からこう冷気が入るっていうことはほとんどありません、うん、これが実際のスタイルですね、うん、寝るスタイル、そうだからこれがあるから、うん、僕はもうクルムしか使えません、うん、ビーコさんにも渡しません。渡さないよね、うん、これくるむんじゃないと寝れないからダメっていう。はい、次に私なんですけど、身長が163センチです。で、一応中に入ってなくって横になった感じがこういう感じですね。足元をギリギリまで持っていったら頭はこのぐらい上が残ります。あれやばくよね、うん、私は先ほども言ったようにこの普通のブランケットを使って中で寝るようにしているので、はい、下村のブランケット、そうです島ドルトン、パパ、あれパパ、あれで、私も本当はクルムンがいいと思います。クルムンがいいんですけど、クルムンも多分4000円ぐらいするんですよ。だからとりあえずは私はもう買わなくていいっていうことでこのシマドルトンを使ってるんですけど、でこんな感じですね。でいつも寝てるんですけど、朝になるともうこれぐっちゃぐちゃです。寝袋の中でこういう風にして寝てます。この横っていつも閉めてる、閉めてる。で、足元だけ開けてる。あ、足元だけ開けて、うん、足元だけは開けてる、必ずこう閉めるっていう感じ、うん、そうするとここを閉めて足元開けるだけで、うん、寝返りはもう全然できるんですよ。足元開けて、中の方にもチャックがあるから中の方からもチャックを閉めることはできるんですけど、で寝返り打つときもゴロン、でまたゴロンで余裕がある状態で寝返りが打てます。何なのそれ。いや何手だけ見えてる。中にいっぱいあるじゃん。うん、中にいっぱいあるね。なぜかの1個を取ろうとしてる。はい、それでは FX453G を開けようと思います。マミー型タイプブルー、そっち、うん、ブルーシルバー、こっちが私だ。あ、違う、入れっぷり。あれ、中身違った、うん、中身が違った。はい、うん、これはやっぱりコンパクトだね、うん、ですね。はい、それではちょっとね、あの長さをまたさっきみたいに測ってみようと思います。まずこの全体の長さですねが1930、まあざっくり広げた状態なんですけど、うん、1個あたりのこの幅ですねが、まあ、約70センチ、うん、で単純に倍になって、うん、1メーター40センチあります、はいはい、でこの寝袋なんですけど、まずここの下がですね、先ほどみたいに足元だけ開けることができます、うん、ここは
手を出して、この手を出すのも地味に好きなんだよね。これはもうさ、はい、スタイリッシュな感じだから首までちゃんと締まるよね。うん、締まるね。封筒型とは違ってここの隙間がないから結構このぴったりと体に密着するっていう感じですね、うん、全然寝れる。はい、この膝を曲げたりとかっていうのは、うん、ちょっと窮屈かな。そうだね。もういつも使ってる封筒型になれるとバリアツの方がいいかなって僕は思う。まあ好みだから、うん、好み好み。今度ですね、マミータイプの寝袋は、うん、あのまあ、細身で結構、まあ、コンパクトというか、さっき の, あの封筒型に比べるとね、うん、だからあの暖かさは全然変わらないと思うんですよ、体感ね、うんうん、あのこの寝袋自体の厚みも結構ありますし、うん、で足元も開くからあの、まあ、蒸れずに快適に寝ることができると思います、うん、なんか車中泊とかいいんじゃないかなと思ったりするんですよね、うん。まあ、やっぱり布団タイプみたいな感じでゆっくりは寝れるけど、あの寝袋自体の横幅はそんな必要じゃないっていう人とか、うんうん、そうだね、もうちょっとこう、うん、コンパクトさを求めてるけど、うん、コスパが良くて、うん、あったかいもの、うん、とかなると、あのこれとか今もドストライクじゃないかな、うん、そうだねって思いますね、はい。まあ、車が大きくて、まあ、布団のように寝たいってなったらやっぱりね、うん、あっちをおすすめするけど、うん、はい。で、先ほどもですね、寝袋を2つ並べてみました。まあサイズが全然違うのはもうね見ての通りなんですけど、うん、まあ、こっちはもう安心感で、こっちはあのコスパとあったかさとスリムさですね、うん、で、ちょっとねこの上にね、せっかくなんでこのマミータイプを重ねてみます。まあこういうのをやる機会がないんですけど、はい、寝袋を重ねたらこんな感じです。まあ、マミータイプはやっぱりね、あのスリムですっぽり入ります。だからこの分、やっぱりこんだけの分があのゆとりをね、もたらしてくれるんじゃないかなと思います。この両サイドの分ね、うん。それではですね、あのこの2つのマミータイプと封筒タイプのものを比較してみました。はい、でも僕たちはもう完全にあの封筒タイプの方を愛用してまして、うん、もうこっちが大好きです。はい、主に使ってる方はもうこっちですね、うん、ですね。で、車中泊でも今はですね、うん、この封筒タイプを使ってるんですけど、うん、この細身の方もやっぱり良くて、うん、あったかいし手が出せるし、うん、どっちも捨てがたいよね、甲乙つけがたいっていうのはあります。まあ、環境によって使い分けることはできるんですけど、うん、だけど多分ほとんどの人はもうあのどっちかを買えばどっちかは買わないので、うん、 そうね、そのこれとこれの2つですっごい悩まれると思うんですけど、うん、あのこの封筒タイプはもちろん家でも使えるんですよね、うん、だから来客用とかでも全然いけると思います。うん、そうだね、うん、あったかいもんね。あったかい、本当にあったかい、うん、まあ、枕とかがちゃんとしてれば、うん、だキャンプの時僕らもいつも使ってる普段用の枕を持ってって寝るんですけど、うん、だもう家で寝てる感覚で寝れます、うん、そうだね、うん、だから家の布団を丸ごと持っていくとすっごいかさばるから、うん、家の布団よりはコンパクトに、うん、あの家の感覚で寝れるっていうのが今この寝袋かな、うん、はい、っていう感じですね、うん、であと冒頭でお話ししたようにですね、一番寒い時期、鹿児島の一番寒い時期、まあ、霜が降ったりするんですけど、うん、がどういうふうに、まあ、寝たかっていうと、先ほど、まあ、僕はあの中に車を入れるよっていう話をしたんですけど、うん、それプラスですね、あの去年はニトリの電気毛布ですね、うんうんうん、を下に引いて、うん、あの車を引いて寝ました、うんうん、で電気毛布も一番温度を絞った状態で寝るともう全然あったかく寝れて、うん、で湯たんぽでもあの本当にあったかいと思います、うん、足元にも忍ばしたいので ね、うん、多分朝まで本当あったかいんじゃないかな、うん、ポカポカ。逆に電気毛布をするときは絞らないと熱いよ。うん、絞らないと本当熱いです、うん、で一番もう低い温度にして、そうそう、で、あのそれでちょうどいいぐらいですね。そうです、そうです。だから、ね、B 子さんと、まあ、僕の電気毛布を2つ最低温度で使ってポータブル電源が朝まで持たなかったね。うん、持たなかった。途中で切れてたよね。4時ぐらいで切れてた、うん、だったかも、うん、
寒いなって思ったから、うん、10時ぐらい、夜の10時に電気をつけて、うん、それからもうずっと回せて4時ぐらいに切れたので、うん、まあ、あのポータブル電源もできれば 2000W クラスのものがいいですね、うんうん、まあ、高いからね、うん、本当に。そうなんだよね。だからそれで言えば、もうあの湯たんぽが高いかな、うん、だから、ポータブル電源ない時は湯たんぽ入れてましたもんね、うん、うん、そうそうそう、寝る前にやっぱこう仕込んどくのが一番、うん、そうだね、すごいあったかい、入ったら足元があったかいっていう感じが一番いいですね、うん、はい、うん、まあそんな感じかな、うん、はい、じゃあこれからの時期寝袋で悩まれてる方は今この私たちのレビューを見て、検討していただければと思います。はい、本当おすすめです。はい、コスパ最高ですよね、うん、はい、じゃあそれでは、うん、今日の動画は以上になります。今回の動画が良かったらいいねとチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。I guess I've had some things to figure out, but now that I'm done, I'm full of doubt. Was it easy for you? Yeah, was it too easy for you?Used to say that you would always be mine, but you seem to be doing just fine.